下平要裁下平要裁大正13年2月23日は、三重県出身の医師、第四高等学校、金沢医学専門学校、金沢医科大学の教授。木の国紀州藩、坂本村に、新宮藩に仕える、官方医の父、周作、母、金の長男として生まれる。明治9年に、三重県立医学校に入学し、 明治22年10月に東京帝国大学医科大学を卒業、同年11月に同大学の助手となり、第二院外科部に勤務。明治23年12月23日に医術開業免除を授与され、明治24年5月15日に山梨県病院の第六代院長となり、明治26年11月3日に山梨医科医会,会長に就任。 明治30年9月に山梨県病院院長を辞し、同年10月11日に第4、高等学校医学部教授に任せられた。その後、同校医学部が、金沢医学専門学校、金沢医科大学と編成することに合わせ、引き続き両校の教授を務めた。金沢医学専門学校教授時代の明治39年8月に、文部省から、外科、皮膚病、 下流病研究のためドイツ、ベルギー、スイス三国の欧州留学を命ぜられ、スイスのベルン大学において、コッヘル教授、コルレ教授に指示するなどし、細菌学、免疫学を収めて明治四十三年十月に帰国した。大正元年十二月二十七日に、学医論文、ビール脂打血療法に関する実験的研究、いわゆる腸の身長異療発生に、 おさむいての実験的研究及び、甲状腺の結核病伝染に、おさむいての実験的研究により、医学博士の称号を受けた。大正9年に、石川県金沢病院の外科部長、大正12年4月1日の金沢医科大学の開校に伴い同大学の付属委員長となった。大正11年10月には、在職25年を記念して、 金沢栄華大学附属委員の入り口に共造が混流されている。山梨県内における地方病撲滅に尽くした医師の一人である吉岡淳作により開かれた山梨県における最初の試みである地方病の病態解剖の執刀は明治30年6月6日に当時の山梨県病院院長であった下平によりなされており6月8日付の 山梨日日新聞がその模様を伝えている。明治30年6月8日付、山梨日日新聞また、第日本衛生会山梨支部が発行する、第日本衛生会山梨支部解放第8号に、掲載された、医師の小沢鹿重郎による、地方病政複数に収むてと題する報告文の、文末に、下平の吹きとして、地方病についての意見が述べられている。 第2本衛生会山梨支部解放第8号明治30年。ありがとうございます。